はい、今回は1月2日に羽田空港で発生した飛行機事故のヤバいニュース、こちらを考えていきます今回もよろしくお願いいたします、えー、こちらの件についてですね、まあ、ご意見をいただいたんで ま,あまだ、ね、この、まあ、事故というか、が起きてから全然時間が経たないんで、いろいろ調べてもです、ね、あまり有益な情報というものがないので、まあ、僕はちょっと考えました、こういったことなんじゃないかと、でまあ、いくつかのです、ねまあ、ニュースと、あとまあ分かる限りのものをです、ね、考えて。 多分こういったことなんだろうなと、まあ、今回はこの解釈を、ね、お話ししていこうと思うので今回もよろしくお願いいたしますまずですねいくつかのニュースに出ているものからですね共通したものがわかるんですねでその共通したものの要するに妨害行為であったとそういうふうにまあ僕は解釈しました能登と新潟への物資を送る飛行機が、まあ、この事故っていうかこれでですねダメになったんですよ だからつまり能登と新潟への物資を送らせないようにわざとこういうことをやったんじゃないかと昨日の件ですねそういうふうに思いますで例えばですね、まあ、まずニュースになってるんでそのニュースから考えていこうと思うんですがニュースの中にそのことが書かれているんですね。1 516月2日日5時50時分頃東京,東京太田の空空港、まあ、滑走路で日本航 JAL 便が 着陸ししししようとたた際に発火し炎上したって、まあ、日本航空ってあるんでこれあの、まあ、多くの方がご存知である日航機123便とた多分関係してるんですね日航機、えー、JAL の背後には日本の創始国米がいますからこういった大掛かりの件にはその米がですね隠れてる可能性っていうのは非常に高いんですね今回もその疑惑を考えますでニュース続いて海上保安庁によると、まあ、JAL とな,な,なんとかの えーまあ、滑走路で接触したとかってあるんですがこのあとなんですよね能登半島の救援に向かうところだったっていうことなんで、えー、これをまず何、えー、て言うのかなあこの邪魔しようとしたそういうふうに考えるんですねこんなことが偶然起こるわけないじゃないですか国民が今1月1日のこの能登と次新潟もあるんでこ困ってるわけですよそこに、えー、行こうとしたものをさ妨げようとした可能性があるんですねいろんな意味があるんですよ 簡単にはいかないんでいろいろんなことがあるんでね。で、さらにこのニュースでこういったことが書かれてるんですね。JAL 東京消防庁によると516便の乗客は379人が脱出して4人が負傷したということでまあ、4人怪我をされたということでまあ、乗ってる方は脱出できたんですね。で、まあ、この飛行機かな、これも炎上したということですよ。で、ここなんですよね。この 登場していた6人で機長が1人負傷したということでこの残り5人はどうなっているかっていうとこの残りの5人が亡くなっているっていうことなんですよで機長がかなり負傷っていうか重傷して5人のま乗っていた方たちですねこの方たちが亡くなっているっていうまあ、本当に三時になってますねでこういったことをやるんですよ。 その日航機123便の時もやったわけですから日本国民524人が乗ってる飛行機をですね、えー、採掘してですね520名もの命を奪ったそういったことをやるような者たちですから今回もそれがやったと考えますでそう思う根拠っていうのもあるんですよまだはっきりと分かりませんけどそれを考えていきますで今度ですねこ,ここにこういったことが別のところに書いてあったんですが 新潟にですね物資を輸送する最中にこういったことが起こったとあるわけですねでこれっていうのもそうじゃないですか最初に僕はお話ししたように能登、えー、と,と新潟に物資を送らせないようにあるいはですね、えー、救,救助に行くのを邪魔したと取れるんですよだから偶然の事故なんかじゃないんですよこういったものを裏で計らってるんですよねでえー 乗客の証言かな乗客の証言っていうのがあってこれもまたわけわからないんですが、まあ、何かしたんでしょうね何,かした何をしたのかっていうのは僕には分かりませんけど乗客が撮影したもので、えー、機内に白い煙のようなものが出ていたとかっていうんですが何でしょうね、えー、いきなり煙が上がって機内に白い煙が出てきたっていうのがわからないんですがで一つニュースの中に、えー、あったんですよ多分これなんじゃないかなと思うんですが。 何か爆発音がしたって何か爆発したんでしょうね爆発音がしたっていうことが書かれてるんでだからこれを多分細工した可能性があるんですよこういうことできますからあの全然そ例えばこういうの僕らが知らないだけでだってねその JAL とかってそうですけど軍産複合体っていうものは何を持ってるかわからないんですよ一般人がわからないところででその日航機123便の時も尾翼部分に何か細工したんですよ 僕はそう思ってます。で、今回もおそらくそういうことをしたんじゃないかと思ってます。もちろん証拠ってのはないですよ。調べて考えてそういうふうに思うっていうことです。で、これってのはまたおかしいんですが。えー、最新最新の飛行機かな？最新の飛行機で a35090 型とかっていうんで、そんなものがなるわけがないんで、これ多分なったこともないんですね。こんな事故に。 だからあおそらく多分何かしたんでしょうね。ここにあの書いてあるんですが、えー、羽田空港のし C 滑走路は閉鎖しており、えー、今後多くの発着便に影響することが予想されるとで今回のこの A350 っていうのの,の,の事故は初めてっていうことなんで、えー、こ今まで順調に行っていたものが急にね、えー、ここで初めて起こるって考えづらいじゃないですかだからさ先ほど最初のお話しまし,ょうしてましたように 能登と新潟にこのね、物資を送ったり、この何て言うのかな、救助に駆けつけようとした、そういったものを邪魔したと思うんですよ。で、ここもですね、日航機1 2 3ッと同じ構造があったんで、これ多分確実にわざとやったなと僕は思うんですね。で、確実にわざとやったことを隠してるんですよ。得意技です、これ、こういうのを隠すのは。で、何をどうやって隠したのかっていうと、こういったところに情報があるんですね。フライトレコーダーダの情報は 航空機が発信する位置の情報とかコースを公開している民間のホームページフライトレーダー24に乗ると飛行機は日航機は4時27分に新千歳空港を出発して順調に飛行した後午後4 5時47分に羽田に着陸し,着陸したとあるんですよでその後いろいろ書いてある,あるんですがこのですねフライトレコーダーがなぜだかわからないんですが 羽田空港に着陸した後に、この c 滑走路に着陸した後に途絶えてるんですよね。なんで途絶えるんだよ。途絶えるわけないだろうって話です。だからこれってのは可能性2つです。何かしらあえー、細工してあってそれが出てるから多分出さないんですよ。日航機123便の時もそ,そうですからね。肝心なところの部分が出ないとかって言ってるんで。だから完全にこの政府とか。あこのね。えー、日航機とかその jal とかそういったものの、上にいるものがこれを仕組んだ可能性があるんですよね。 おかししいでしょ普通に。なんでフライトレコーダーはこの最後の部分で途絶えるのわけわかんないじゃないですか。だからこれ、日航機123便の時と同じ闇を抱えているわけですよ。この肝心な部分のね、フライトレコーダー出さないんですよ。わからないなって、わからないわけがない。多分あると思いますよ。あるけれど、出せない事情があると僕はそういうふうに思っています。で、えー、日航機っていうね、えー、JAL を管理してるのは日本ではないんですよ。日本の創始国、米なんですよね。 でこのフライトレコーダーが突然消えたあたりっていうのもこれ123便と告知している構造があるんでこの123便 JAL の背後の創主国米が今回の件も関係してるんじゃないかと思いますでここからはちょっと難しくてわからないんですが一部情報でこういったことがあるんでもしかしたらこうかなと思うまあこれはまあ憶測ですうんはっきりとったらわからないこの話に僕詳しいわけじゃないんでねちょっと申し訳ないですけどで調べたらこういったことかなと考えられます分かってることがあるんですよ 能登と新潟へ物資を送らせなかったり意図的にそういったことを妨害した可能性があるんですが能登半島に何かか秘密ががあるるんんじゃないかっていいとうことが言われているんですよただしこれに関しては分かりませんあのいろいろ言われているんで。で何が本当かっていうのは分からないんですけどその能登半島の包達団っていうところに何かあるかもしれないっていうことなんですよね。 1945年の時以来この宗主国米がこの能、ね、登半島近くのこの放達山に何か必要にいろんなものをしていたというそんな噂があります。これ以上はわからないです。この話は合ってるかどうか多分合ってると思いますがこれ以上ねこのことについて聞かれてもわからないんでそちらはすいませんわからないからもう何も言えません分かったらまたお伝えしますがわからないただ分かってることっていうのがあります。 1>, 1月1日の揺れがありました1月2日の飛行機の事故がありました同じ組織が意図的にやったと僕は思ってますはっきりとは分からないんですよ世界の裏側の話だからでも例えばこういうことを分からないって言うかもしれないですけどおかしいと思ってる人いるんですよ僕もそうですし多分リスナー様もおかしいと思ってるんですよだから目に見えない裏側で何かが動いてるんですよね でその目に見えない裏側のものっていうのはそういった大きな揺れとかねそういったものとか有事とかそういったものを意図的にあの生み出してでそういったもので混乱とかそういったものに巻き込んでいくそういった可能性があるんですねでそれが岸田の後ろにいるんですよ岸田文雄内閣総理大臣の後ろにそいつらがいるんですよ岸田文雄っていうのは僕らにいろいろけわかんないこと言ってますが岸田っていうのは操り人形ですからね 日本の内閣総理大臣というのは宗主国米の操り人形しかなりませんからそれに反対してなる人ってのはまずなれないんですよ今まではねそれを変わらないとどうにもならないんですがおそらく操り人形岸田の後ろにいろんな支持を飛ばしている者がいるそしてその1日と2日の件をその者たちが何かしらまあね全面的にか大掛かりなのかわからないが関与したその可能性があると思います。 そんなななな話はテレビででややるるわわけけいいいじゃないかってやるわけないですよマスコミってそいつらの傘下の機関ですから言うわけがない僕がこのした話が本当であっても絶対にこういうことは言わないんですよそして分かってることがあるんですね自民党が苦しくなるとこういうことが起きるんですよ前もそうでしたねだから今回もそうです今自民党苦しいわけでしょ岸田の支持者なんて 1%, 1から3%もあるかないかっていうような状態でもう国民が支持しないのになぜ内閣をしてるとかっていうそういった状態があるじゃないですかでそれでもどうにかこうにかして憲法改正に持ち込みたいわけですよだからそういった最中にこういったことが起きたんだと思いますでもちろんどうしていいのか分かりませんがこういうことに日本国民が気が付くしか道はないと思います あ何も関係ないのかなって1日に揺れたなって2日目に、ね、飛行機の事故があったなって全然関係ないことはないと思いますよ。僕はこの2日間で起きたことってのは同じ宗主国の仕業だと,だと思ってます。でその目的は何かっていうとこういう、えー、ね、えー、いろんなことにま,ま,ま,まみれて紛れて今多分してるんでしょ憲法改正の、ね、準備を水面下でしてるんだと思います。 この一番国民にとってマイナスとされる緊急事態条項そのための足がかりのことを今していると思いますのでそれに国民が気づくべきですだからそのためにこういったことを意図的にしたと僕は思っています、えー、僕に分かるのはここまでなんでこれ以上はちょっと言えませんで先ほどお話したようにノート半島の話もいろいろ小説あるみたいなんですが、えー、すいません調べてもそのことについては分からないんでちょっと何とも言えないということでまた分かりましたらお伝えさせていただこうと思うんで えー、こちらについてね、ご意見を、あの、まあ、聞かれたので、分かる限りお伝えさせていただきました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。今回はここで終わります。失礼いたします。